先の名前も変えて生活をしているんですけれど、あのそんなことをちょっとでも知ってほしいなと思って、レッスンに限らずいろんな活動をさせてもらっております。マイクの調子が、マイクがどうしたんですか。じゃあね、改めまして、あの映画を作りました浅沼智也と言います。すごいなんか前の名前の智子ってのも出てたんですけど、あの一文字だけいじって智也にしました。はい、そういう人多いですよね。結構ねみんな名前が被っちゃうみたいなね。確かにトランスダンスで同じ名前の人が多いかもね。ね、なんかなんかそのマサヤというとどのマサヤみたいな感じのがあるかも。なんかトランス女性さ、ユキさん多くない？ユキとユキが多いね。これあるあるなんですよ。なんかね、まあちょっと脱線しましたけど、はいはいはい、あの声聞こえてます？大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。ほぼ地声みたいになってるんですけど。あ、聞こえてます。で、普段はね、あの僕はまあ看護師をしていて、で、あのこの今写真展とかもこれ2018年の時にさつきちゃんにも出てもらってるんですよね。さつきちゃんもそう、本当はね、なんか40枚ぐらいちっちゃいのもあったんですけど、ちょっと昨日飾って今日はこれとあと表に出てるやつなんですけど、まあそういったなんかトランスジェンダーのいろんな人たちがいるよっていうこともやっぱりこう可視化をしていけたらいいなっていう思いがあって活動してます。イエイイエイ。ニックネームはトモヤムくんですね。はい、トモヤムくんね、あのタイのねあれとかけてるんですよ、トモヤムくん。皆さん好きですか？トモ、好きですか？嫌い、あ、嫌いみたいです。僕もね、好きじゃないんだけど。じゃあなんで？いや、友達はトモヤって言った時に、あ、じゃあトモヤムくんだねみたいな感じで言って、いいよ、そこから、そう、なんか覚えやすいしいいじゃんみたいな感じで。好き好き。そうそう、でもなんかね、あの雑誌とかでトモヤムくんじゃなくてトムヤムくんって書かれてて、そのまま、トムヤムくん料理ね。いやいやいや、注文、名前変わってるよみたいな。はい、っていう感じもねありました。お願いします。お願いします。3人でお話しします。はい、1個マイクが壊れてるからなんか本調子が出ないんです。そう、私がね支配しちゃって。あ、いけるいける いける。あ、こうやってやると通るね。これ、あ、音は出てる。はい、すごい口近づけないと。ちょっと聞こえやすい。僕、うるさかったら言ってください。ああ、ああ、ね、ここからもう始まっちゃってるんですよね。はい、もう始まってます。ゆるいトーク、ゆるトラトークです。そう、本当はね、もっと前にね、絶対話そうかなって言ってたんですよね。ぜひ皆さん、入ってってください。一瞬でも嬉しいです。もうここであの座っていらっしゃるので、ここでやろうかなと。え、ゆるすぎない？ほんでね、何を話そうってましたっけ。実はね、これあんまり打ち合わせをしなくてゆるくいこうっていうので、そうできると思って、結構ね、あのゆるい感じでやってて、次何でしたっけ。次何でしたっけってすごいでしょ。まあ、そもそも何のブースなのかということですよね。これはそもそも村田俊一と愉快なクイアたち、クイアたちということで、まあね、あの結構硬いような話とかもね、あるけども、あの装飾とか見ていただくと、なんていうの、クイアがか、クイアっていう、なんかね、なんかパーティーな感じですよね。パリピ、あ、サイリオ、なんかパリピっていうとね、なんかすごい随分ビジュアルがパリピに性別移行されてますよね。そうそう、まあいつもこんな格好ではないんですけどね、今日ニコ生だから、あの初めてニコ町だったんですよ。で、どんな格好しようかなと思って、なんかね、すごいコスプレをしてきて、私たちに割としつこめに、しゅんさんたちコスプレ何するんですかつって、しません。いや、なんかあれって言ってた、何でしたっけ、あれ、ピピン、あ、ポプテピピックをやろうかみたいな、知ってますか、ポプテピピック、好きですか？なんかでもちょっとポップテピピックやるには少しブームが2、3年前かなと思って、私あのニコ生参加するの実はこうすごい初めてなんですけど、みんな初めてじゃん。みんな初めてかな。私遊びに来たことある。あ、本当？私結構あのアニメのもともと声優学校を通ってたりとかして、あのアニメすごく好きなんですよ。で、アニメも好きだし、最近だと、まあ、リコリコとか、まあ、推しの子とか結構見てるんですけど、今の旬でいくとリコリスリコイルの、コスプレが
ちょっと前期かだけど、なんかやっぱその辺人気なのかなと思って、うん、さあのこの辺りもいっぱいに、ね、いたので、あ、いました、リコリコとかウマ娘とかがなんか多いなと思って見てました。ウマ娘聞いたことある。あとチェーンソーマンは知ってる。チェーンソーマンはね、コスプレがちょっと映えないんだよね。なんかあ、ホラーではない、あ、アクション、うん、なんかね、最初チェーンソーマンで行こうかなと思ったんですけど、すごいあれ作るの大変なんですよ、きっと。なんかここら辺にもうガチのあれじゃないですか、多分ご存知の人多いと思いますけど、ありますよ、うん、チェーンソーマン。なんか中学校の公演でなんか質問タイムをすると、好きなアニメはって結構聞かれたりしない、学校で公演したりするんですけど、そういう時あのチェーンソーマンとか人気だよって教えてもらったりして、私全然本当アニメとか漫画を全く見ないので、好きなアニメはってシンプソンズとかあのしんちゃんとかあのサザエさんとかレベルなので、結構さつきちゃんに教えてもらったりしてね。今なんかトランスの漫画あるんでしょ、なんかほら流行ってる、なんかなかったっけ。あれかな、鬼舞かな、鬼舞知ってますか皆さん。あ、知ってますか。お兄ちゃんはなんだっけ、お兄ちゃんはなんとかなんとかみたいなね。お兄ちゃんをやめてみた、なんだっけ、なんかあのトランスの気がついたら美少女に生まれ変わってるっていうやつがあるんだよね。そう、ありがとうございます。あ、開けてはない、こう、あ、鬼舞っていうのがあったりとか。それが鬼舞なんす。あとね、私ね、あそこにさ、みんな知ってるかな、ラブライブの、リエラっていうアイドルグループがあるんだけど、私すごい好きなんですよ、ラブライブの、4期のスーパースターが、うんうん、そこのなんかリエラっていうグループの、なんかカフェみたいな、うんうん、なんかこう、あ、向こうに、うん、そう、ブースみたいなのが出てて、なんか推しがいて、あ、あの渋谷カノンって言うんですけど、あ、カノンと思ってね、こう推しがいて、あのすごくテンションが上がったっていう話でした。あ、楽しんだ。あとね、個人的に気になったのがね、あそこにあるね、アフレコブースっていうあのところ、あれか、うん、そう、声優さんの体験ができるみたいなやつもやりたかったし、向こうのホールに初音ミクがなんかバーチャルでツーショットが撮れますみたいなやつがあって、初音ミクもめっちゃ好きなんですよ。私好きですか。そう、なんか初音ミクはメルトとか、あ、まあ、本当にボカロのなんか黎明期の時からすごい聞いてました。ニコ生、そう思うとね、ニコ生って私もう20年ぐらい前かな。ほらさ、なんか トランスジェンダーっていう立ち位置だから声のこと気になってて、その時なんか両生類っていうのを取り扱っちゃうってニコ生だけだったのよ。あ、ニコ動だけだって。それでなんかめちゃめちゃ見てて、歌ってみたまでこうハマってっていう感じでした。あの、もともとね、さつきちゃん本当にこういう文化が好きで、この間ほらコミケ、年末にコミケ、その話もする、そう、コミケに参加されて、でね、結構その好きなアニメだったり漫画をたまに SNS に上げるんですよ。でもね、すぐ消すの。なんで消すんですか。なんかラブライブがすごい好きとか、まあ、リコリスハマってるとか、まあ、いろいろ思いはあるんですけど、私のフォロワーさんってそのあんまりそういうのにこう耐性がない人が、なんか耐性っていうか、あんまりみんなこう、そう、やっぱりそんなに知らないみたいな人が多くて、こう正直ね、ツイートするとなんかごっそり減るのよ、フォロワーさんが。で、そんなに。で、ちょっと、あ、これやっぱ違うんだなと思いつつ、フォロワーが減っても一回最初消すんだけど、やっぱりでもこう抑えきれなくて上げてまた上げてっていうのをやってるんだけど、本当はすごいアニメの話とかがしたくて、あのフィギュア、あのうち美少女フィギュアとかがものすごいたくさんあるんですよ。なんか初音ミクもあるし、アイマスもあるし、スーパーソニコっていうちょっとなんかアダル、なんかちょっと大人な、なんかちょっとセクシーなやつもあるし、なんだっけ、かぐや様こう暮らしたいのチカちゃんとか、あと、どれぐらいあるんですか。めっちゃあるってこと。そうだね、もうちょっと喋っていいですか。どうぞどうぞ、もう好きなだけ今日は喋ってください。
レムちゃん、リゼロのレムちゃんとか、あとあのエロ漫画先生ってアニメが昔にちょっと入ってたんだよ。エロ漫画先生もすごい好きで、まあ、そういうのもこう買ったり、1万円ぐらいするフィギュアとかも買って、昨日も初音ミクのフィギュア買ったんですけど、そうなんです。そんなフィギュアが家にだから多分30か50ぐらいはあったんだけど、引っ越しでさすがにちょっと間引きしてっていう感じでした。でも15ぐらいはあるんです。15は全然ある。あ、窓マギもあります。窓マギの窓かもいますしめちゃめちゃ好きなんだよね。飾り方とかこだわりあるの？飾り方とかこだわりは、もうね、フィギュアゾーンっていうのは作らずに、もう机の上とか、なんかあのメイクするその鏡台の上とか、日常のあらゆるところに、なんかこう当然のようにこう部屋中に、その部屋中に散りばめて、フィギュアと共に生活をしてますね。家族みたいな。フィギュアがね、すごい好きなんです。あんまり人に言えない。でも正直今日言えて、聞いてもらえてありがとうございます。本当にフィギュアがすごい好きなんです。なんかすごい今までで楽しそう。一緒にイベント出てて、さつきちゃんのフィギュアとか需要ありそうじゃない？なんかフィギュアに しやすそうなさ、フォルムとか、これしやすいかな。ちょっと痩せないといけない。最近なんかネットでちょっと太ったってすごい言われて落ち込んでた。でも痩せた気がする。本当？これね、これマジックなんだって。そうそう、これがね、あのちょっとぽっちゃりさん用の洋服なので、だからちょっとこう痩せて見えるような工夫が実はいっぱい入ってて、なんかこう二の腕が太く見えないとかね、そういうのあるんです。ありますよね。そう、私ね、あれだよ、あのさっき言ったけど浜崎あゆみさんが好きだから、あゆパンっていうフィギュアがあるのよ。もう誰もうなずかなくなったね。あゆパンってフィギュアを集めてた。知ってるでしょ、あゆパン。あゆ、浜崎あゆみファンですよ、こちらも。あ、僕は結構なんだよ、ちょっと暗い曲が好きなんですよ。そう、いや私もそうですけど、あゆパンってキャラがいて、イメージがそれを集めてたかな。逆にともやむくんはなんかキャラクターグッズとか。僕ね、呪術廻戦とかなんていうの、ああいうのがすごい好きで、ちょっとなんかみんながハマるようなものに結構ハマりやすいタイプ。意外、そうなんだ。ミーハー？もうずっと見ちゃう、寝ずにハマったら。へえ。っていうぐらいハマっちゃう。うんうんうん。めっちゃ見ます。あのネットフリックスとかも結構アニメばっかり見てる。あ、そうなんだ。なんか最近おすすめのなんかね、キャラとかあるんですかね。最近流行ってるのとか知ってるかも。急に聞かれてもちょっと困りますけど、さっきまたに出てたお二枚とか。ああ、お二枚とかなんか流行ってる。そう、最近のお好きなものとか。流行ってるかは分かんないんですけど、自分プリキュア、プリキュアが好きで、今やってる広がるスープリキュアが好きです。プリキュア、はい、長いですよね、プリキュアね。20年やってます。あ、そんなに。すごいな、20年。今どういうキャラクターがいるのかわからない、プリキュア。もうだいぶ変わったキャラクターがね、結構一番初代いない、まだいます。なんかプリキュアどんどん変わっていって。あ、そうなの。知らない。一番最初はコランスが出てるんだから。はい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 。そっか、なんかもう私の世代、あ、大丈夫ですか？通っちゃって。私の世代とかもセーラームーンとかだったかな。でまた来てますよね、セーラームーンもね。セーラームーン好きですよね。ごめんね、さつきだよりで。セーラームーン、なんか結構コラボグッズが多いよね。私そうか、なんかこういうルックスしてるのでセーラームーン好きそうな感じでよく話振られるんですけど、正直見たことがなくて。え、ないです。化粧品ね、資生堂とセーラームーンコラボの化粧品を最近初めて買って、なんか好きだなって思うんだけど、でも分かる、すごいセーラームーン好きそうに思われてるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ分かるんですけど、なんかね、セーラームーンっぽい感じ。多分ここのツインテールとここの胸元の感じだと思うんですけど、
セーラームーンね。あ、でもあの今度劇場版がやるらしいのでそれは見ようと思って、やっぱすごい興味はあったから、なんかね、見たことない。そうだから私その化粧品をこの間ストーリーにインスタで上げてたから、もうズブズブなのかなと思ったら見たことないということでお送りしております。私セーラームーンのコラボ PR イベント出たことあった。そういえばそういえばさ、リューチェルさんと一緒にね記者会見だったりとか出てらっしゃってね。それ何の記者会見ですか。何だったっけあれね。セーラームーンとモンストコラボの PR イベントに出させてもらったことがあったので、そこだけちょっと出さないようにあのお願いします。仕事してたとちょっとそこだけカットしてもらえると助かります。でもね、さつきちゃんももう自分自身が今アニメになってますからね、 MV だったり、どう、なんか自分がアニメになる気持ちって。なんか実はこういうイラストをね、あの自分も最近曲を出して、この後歌わせてもらうんですけど、曲を出してこのイラストをあのそこにいる彼女に実は描いてもらったんですけれど、前になんかあの自分の好きなものをイラストにしてもらえるとか、自分の雰囲気をイラストにしてもらえると、やっぱりなんかなんていうのかな、なんか変な感じがするよね。嬉しいけど恥ずかしいというか、イラストちょっとこの MV とかこの後流れると思うんですけど、りえちゃん描いてみてどうでした。描いてみてあーでも何ですかね、だろうな。私もまあその、まあ、いわゆる当事者でもあるんですけど、なんかその何ですかね、そういう男女とかそういう部分以上にもっと自分らしく生きていいんだよみたいなことを、すごくなんかこうさつきさんの生き方からすごくまあ感じるんですよね、なんか言葉とか。なのでなんかすごく私もそれを共感できるし、まあそれを私はこうやって漫画とかで表現してるんですけど、はい、なんかそれをなんかこうさつきさんのそういうミュージックビデオとか、なんかすごく共感できる部分があるので、なんか自分も絵にしやすいというか、うん、なんかあまり肩に力入れずに入れない感じで、そうだからすごく、うん、なんかさつきさんのものを作ってるんだけど、すごく自分にも近しいものを描いてるっていう感じがしてますね。あ、してる、はい、いやでもなんかイラスト単純にシンプルにすごい可愛いから、ちょっと美化されすぎかなって思いつつ、いやすごい嬉しい気持ちです。なんか絵なのに、絵って表現でいいのかな、絵なのになんか実写のような気がしちゃうマジックありません？でも本当にさっきもお話ししてたんですけど、まあ、出てくるキャラクター自体はなんかアニメとか漫画っぽい感じはあるんですけど、自分がいつもその描いてる時に意識してるのが、あんまり人を描くっていうよりかはそのすごく感情的な部分、すごく楽しいとか幸せとか感情を描くこうっていうすごい意識がすごいあるので、そこがあんまり、まあ、表現はアニメっぽいかもしれないですけど、すごくリアルに感じる感情みたいなのを意識して描いてるので、なんかそこでリアリティが結構表現できてるのかなっていう、はい、なんかね今日歌う時に PV も流れるんですけどね、りえちゃんの描いてる 絵がそのまま流れます。なのでこの後皆さん楽しみにしておいてください。あとちなみにね、 YouTube でもね見れますよね。はい、全部見れましたっけ、3曲とも。あ、まだ2つ。はい、これからもね制作中で、この間もちょっとレコーディングに付き合わせていただいて、歌手活動止まらないのでご注目ください。でもやっぱりね、こういうエンタメを通して伝えるって大事ですよね。映画もそうだし、音楽、漫画、真面目にこう伝えてても ね、難しいとこもね、そう大事ですけど、たくさんね出てくれればいいなと思うんです。いろんな本とか、あ、いろんな ねアニメが、まだやっぱりですかね、少ないですよね。ねえ、少ないかなと思座ります？ねえ、そうか、あとね、そうそう、10分ぐらいであれかな、そっか、割とあっという間に、はい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 。
思っていて、なんか触れていいのか分かんないんですけど、普段なんかコミュニティとかに参加されてたりするんですか、イベントとか。あ、全然。あ、今日はたまたまですか。ちょっと調べて。嬉しいですよね。じゃあ初みたいなもんですかね、初イベントみたいなね、今日ね。すいません、でかい声で、うん、嬉しい。そういうの、居場所作り大事じゃないですか。ねなんか、うん、偶然な出会いですもんね。そう、ちょうど歌ってて、だってこんだけ広くてたくさんブースがあって、ね、見つけていただけて、でこういろいろお話ししてくださるっていうのは、うん、なかなかないので本当に嬉しいです。今日生きててよかったです。幕張メッセまで、海浜幕張まで来てよかった。なんか告知とかあります？なんかキンキンのね。キンキン、あの実はね、僕今日誕生日で、あ、ね、で明日ね、あのまたねイベントがあって、でもそれちょっとナイトイベントだから告知できないなと思って、新宿2丁目っていうなんか国内最大のゲイタウンがあるんですけど、そこのバーの一角で、あのトランス男性ばっかりがやっているバーなんですけど、そこで、バースデーパーティーをするんですよっていう告知、ここで会うのかなって思っていましたけど、緊張しちゃった。いやいやいや、実は今日トムヤムくんが誕生日ということで、うん、え、何何、私たちから何プレゼントが、ハッピーバースデー、自分で言うの、ハッピーバースデーで言う、トムヤムくんおめでとうございます。なんかね、あのすぐ裏に売ってるコンペイトー屋のあの値段言っちゃ350円の誕生日プレゼントでもね、聞いて、うん、レインボーブーケっていうの、ちょうどよくね、うん、私下調べして買うって決めてすぐ買ったの。はい、おめでとう、ありがとうございます。もう30歳になりました。隠す形で、でもここは多分同じ年代なんですよね。あ、そっかそっか、うん、私と年隠してるからさ、うん、そう、まあバレてんだけど、みんな隠してる、多分みんな隠してる。あ、本当ですか、ね、いや、この方ね、すごいですよね、誕生日のたびに。あ、そう、あの私、来月で37になるんですけど、そうなんです。あの毎回毎回誕生日の時には必ず年齢も一緒に添えて、あの36歳になりましたとか37歳になりましたとかね、あのそうやって SNS に投稿してます。皆さん37に見えますね、ほらほら、いくつぐらいに見えました。なんかね、私小学校4年生ぐらいに見えるんですけどね、若いですね、すごい。でだって37で考えてみて、学生服着れないもん普通。でも似合うっていうね。以上です。はい、もまあでもね、ここも付き合い長いんですよね、実は。そうだっけ、いつだろうね、うん、あ、でも私も本当にイベントの司会とかで一緒だったかも、うん、出だしに。ほら、なかなか同じような境遇の人と出会うことって少ないじゃないですか。そうで、出会えてもね、仲良くなれない人もいるんですよ、うん、ぶっちゃけね、まあ、人は人だからねまあでもここは仲良くね、うんうん、そうよくね、このここもよくご飯行ったり遊んでるんですけど、うん、よく仲良くしたいよねって話すよね。なんかこういったね、トランスジェンダーとかやるんですけど、みんなで集まろうよって話を、こうここの今日集まってくれた人以外の人たちにもやるんですけど、結構不仲、こことここが仲悪いとか、こう内輪でもこう結構相性みたいなのがすごくあって、なんかそれがね、はい。だからね、こんな平和主義の方あんまりいないので、私も結構ね、ぶっちゃけ好き嫌い激しいので、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ね、仲良くしたいし、あとほら、引き続き私たちの応援をお願いしたいです ね。それぞれ Twitter、うん、Instagram やってます。ぜひ、うん、フォローしていただいて、イベントとかもね、 いらしていただけたら嬉しいです ね。はい、はい、浅沼智也で出ますね。あ、出ます出ます、浅沼智也でいろんなものが出るんで、よかったら、うん、はい、
そう、ぜひ今すぐスマホを開いていただき、西原さつきで出ますね。私は、あ、そう、 SYUN1129 アンダーバーで探さないと、シュンって検索すると速く走れる瞬速って靴しか引っかかんないんですよ。で、人間が引っかからないので、 SYUN1129 アンダーバー。そしてついでに告知させていただきます。私どこにあったっけ、ちょっと喋ってて、はい、はいはい、なんかね、はい、それどうしたんですか。何それ。はい、これ指名手配犯の死刑囚の方ですね。あの旬の、ライブをやってます。ワンマンライブで、大塚の豆の木 OGM の方で5月14日日曜日、空いてなくても来てください。14時からアローン1同時に読んでください。アローン1っていうライブをやります。結構ね、辛い思いして生きてきたんですけども、その叫びをこの歌で、人間とは思えない顔で歌わせていただきます。人間とは思えない顔、そう、なんか一番奥の痛み、でもその痛みとか自分のマイナスの部分を表現することでね、あの前に進めたりするので、ぜひ SYUN1129 お願いします。すいません。あ、はい、あとなんか新曲とかあります？新曲の告知、はい、なんか音楽配信サービスの iTunes とか、あの Apple Store とかで、西原さつきって調べてもらうと、あの新曲で30年後のラブソングっていう、あの曲を最近ねリリースしたので、3枚目それって30年後のラブソングすごい突っ込みたかったんですけど、なんか片思いの人がいたとか。あ、30年後、そうそうそう、なんかそういうニュアンスが伝わるといいなと思って、ね、うん、ごめんなさい、なんかちょっと後ろがもう、もう後ろがちょっと、もうこれ大変なことになっちゃってなんかどうしようみたいな感じ、見栄えがすごい、すごい、あ、ちょっと大変な感じになっちゃった、はけましょうか一回ちょっと、あのこの後あれするのでね、 PV も流れるので、うん、けますので、なんかラブソングっていうよりも結構人生の歌にもちょっと聞こえたんですけど、自分へのラブソングみたいな、違う？自分へのラブソング、あー、あんまりそういうなんかいろいろなんかあんまりそういう話をこうするのあんましたことなくて、人前で。じゃあね、そろそろ先行きましょうか、ね、いよいよ来ました、うん、さつきちゃんの初ライブですね。ちょっと ね、そうだ、初、そうなんですよ、初です。今日緊張して逃げたいみたいなんですけど、いまだにもうちょっと余裕なくなってきてます。あの瞬きが増えてきてるのはその証で。どうですか、直前の気持ち。人前で喋ることも歌うことも本当はあんまり得意じゃなくて、すごく避けてきてた部分だったんですけど、うん、今回こういう形で聞いてもらえるとすごく嬉しいなと思っております。ぜひ温かい目で、あの手拍子だったりしてもらったりして、あの聞いていただけたら嬉しいです。私も楽しみです。イエイ。もうちょっとかな、準備が、うん、はい。後ろの黄色取っちゃいます、テープ。大丈夫かしら。トモヤム君は歌わないんですか？僕ね、めちゃめちゃ音痴だから歌えないんですよ。なんか人が離れちゃうとか言って、あ、そうそうそう、歌うと、歌うだけでおかしいでしょ。歌うだけで嫌われちゃうから、おかしい、おかしい。さつきちゃんもよかった、準備を。はい、マイク多分そっちの方がいいよね。これは聞こえない、聞こえない。はい、ここで歌う、ここで。踊ってる、踊ってる。まあでも、まあ、前に。じゃあ皆さん、私のライブ見てみたいで、また。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。配置していただけたら。ありがとうございます。すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと一個だけ。
すいません、西原さつきと申します。ライブさせていただくので、どの位置かな、このぐらいの位置だと MV が見えますか。もっとこっち寄ってもこっち、あ、この辺りで、はい、ありがとうございます。一曲歌わせていただきます。私の初めての、CD を出させてもらって、それの、曲を、ここから始まる運命の歌というんですけれど、よかったら聴いてもらえたら嬉しいです。それでは、じゃあもうやっていきますか。大丈夫か、なんかちょっと準備してくれて本当に皆さんありがとうございます。頑張ります。じゃあそれでは最初の1曲目いきましょう。よろしくお願いします。探していた歌、手探りなメロディ、生まれるストーリー。あー、緊張するねガチガチだね。ありがとうございます。口から伝わる感覚、吸い込む空気やその匂い、初めて感じる全てがなんとなく美しい気がする。初めて会いたいたった、それだけの理由が、この足を動かす操作、現実はとても単純。ちょっとずつ慣れてきた。今ニコニコ超会議で歌ってます。きついきつい、聞いててください語れて気をする彼女は、何かを知ってる気がした。目をそらしたけど、なぜだか持ち得るに説得力が、口に出せない思い、それを書き留めたノートが、少しずつ形を変えて、今ここで音楽に変わる。繰り返した歌、吐きかけのメロディ、答えが今出た気がした。ここから始まる運命、どこか遠い未来の日々がした。もしも君が塞ぎ込んだり、諦めそうな時は、この歌を、この思いを言葉にしてね。あ、だんだん声が出てきた。ありがとうございます。本当にやっぱり緊張するね。でも引き続き聞いてってもらえたら嬉しいです。探していた歌、手探りなメロディ、続きがもう書ける気がした。ここから始まる運命を言葉に乗せて、反復する旋律は完璧ではないけれど、二人だけの秘密の響きがした。ありがとうございました。
ニコニコ超会議、人前で初めて歌いました。ここから始まる運命の歌でした。ありがとうございました。あ、いやもうなんかありがとうございます。本当にあのね、あの私が不安そうにしてるのがなんとなく伝わってるのか、皆さんの頑張れ頑張れって感じがあのめちゃめちゃあの伝わってきて、でもだんだん慣れてきたので少しずつあのここからどんどん歌っていこうと思います。ありがとうございます。2曲目いこうと思います。自分流ダイレクションです。聴いてください。Thank you.
これあれだね、だん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 体が温まってきた頃にラストの曲になるんだね。次ラストだね。あの一番最後の曲はあの最近出したあの30年後のラブソングというあの新曲になります。 MV を実はこのためにあのまだアップしていなくて、ニコニコ超会議用にあの間に合う特急で書いてもらっていました、彼女に。なのでそんなちょっとね MV の世界観にも見てもらえたらすごく嬉しいなと思います。今回のこの最後の曲はあの自分で作詞作曲もしました。一杯だけお水飲んできます。ありがとう。それでは聴いてください。30年後のラブソングです。
とうございます。ありがとうね。ありがとうございました。すごい。ありがとう。スペシャルゲストが。なんだろう、どこのブースだろう。そこのブース？ありがとう、来てくれて。もうめちゃくちゃ心強かった。いいね、ありがとうございました。あの聞いてくれた皆さんもありがとうございました。あの歌い始めは自分でもどうなるかなっていうのと、みんなもちょっと大丈夫かっていう空気を感じたんですけど、最後思いっきり歌うことができました。本当ありがとうございました。西原さつきでした。ありがとう。はい、ということで皆さんありがとうございました。一言ずつ最後に言いましょうかね。じゃあしゅんちゃんから。はい、短いようで長いようで短い時間皆さんずっと聞いてくださったりありがとうございました。みんなねそれぞれやりたいことを、まあ、この年でやっとできてるような実感もあって、青春っていうのはねそれぞれあのタイミングは人それぞれです。やりたいことをやって誰に否定する権利もないですし、やりたいことやったら強くなれて、そしてそれがまた誰かの夢になったり笑顔になれたりしたら嬉しいなと思って、そんな幸せな夢の空間を今日は本当にありがとうございました。皆さんのおかげで夢が叶いました。引き続きお願いします。しゅんでした。すごいなんか緩い感じなのにすごくなんかやっぱり、はい、はい、ありがとうございました。私はもうやりたいことを全部やらせてもらったので、来月誕生日が来て、気持ちよく この36歳を終えられそうです。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。ニコ生ね町会議ニコ町でこういったトランスのイベントできたの本当に嬉しく思います。今回ね企画をしていただいた村田俊一さん、皆さん大きな拍手をお願いいたします。なんかねいろんな上映会とか歌とかできて本当に楽しかったです。皆さん本当にありがとうございました。それではこれにて2日間にわたりましてお送りしてまいりました村田俊一と愉快なクイアーたち、そしてゆるトラ、ゆるいトランスジェンダーイベントやってみた閉幕でございます。ありがとうございました。お疲れ様です。また来年会いましょう。ありがとうございました。